あれも結局です。今日ですね、ウイニングポスト9 2022続きやっていきましょう。2000年12月1週から難易度スペシャル引き継ぎなしお守り使用禁止の縛りプレイでやってます。さあ今週クレアゴアとキングフェイバーが激突。はい、能力はこんな感じです。まあ、どっちもスピード S プラス、そして覚醒、ビグラススーパー厳しいね。ジョイーゼ3着。さあどうだ。まあどっちかでしょう。メイセオペラもいるんですが、どう。フェイバーも来てる。フェイバーも強いですね。これが世界の実力だ。クレアゴア、はい、クレアゴア勝ちました。まあ投資入れたんですけどね、クレアゴアは。はい、オッケーと。アリバキネーネーションズ欲しい、いきます。今リーチです。はい、ここ取ればアキコバ三冠。クリアドレス、クリア丸、そしてアンガール、ベンチ、マイル、チバダとインプ。まあどれか勝ってくれれば。よし、行きましょう。クレアドレス、はい、厳しいね。ベンチは全然やね。アウェーマイルが一番人気で、キングインプ、芝田とは人気ないですね。さあどうだ。で、芝ダートか。まあ、とりあえず、低毛者に勝ちましたね。OK。ビグラスウォロー、イーブンタフネス、機種変えたいね。でもこんな感じか。そうか。じゃあ OK。スピード A プラ、賢さ D プラ。イーブンタフネス、まあ一周出して、はい、これでいきましょう。じゃあ進めます。なんか勝ったね。ネーションズか。アウェイマイル一番人気。そうやね。まあ、私立もいるんですが、ここは勝ちたいね。おっと、一頭競争中止か。桃の天王、競争中止です。場内
挑戦、レースにどのような影響が出るでしょうか。サバナルーブル先頭、さあアンウェイガイル一気に来た、あと 200m、 ここで先頭変わってアンウェイガイル、アンウェイガイル先頭、アンウェイガイル先頭だ、アンウェイガイル1着、2着はウィンダディウス、3着にキングインプ、アンウェイガイル G1 の大舞台で、そんな強い感じじゃないな。人気に応えました。アウェイマイル、ガッツン、ガッツン来ました。流れ星がパワーないって、パワー G このパターンね。あースピード A か、ガツンつってもね、やっぱそんな強くなかったか。まあそんな感じでしたよね。有馬記念、夢のグランプリ、日本総大賞、実際に撮ってるのはテーモペロです。負けるわけにはいかない、負けられない戦い。秋駒三冠取りたいよね。1200、2300、まあ牝馬三冠いきますか。クレア芝だといいんじゃない、一緒に走ろう。オークスは厳しいんですが、心肺機能強化使えばいけます。あるよね、大丈夫ですね。 OKOK。 さああとはイーブンゴールド、いやこれ楽しみなんですよね。一応 SP はこんな感じっす。まあもうちょっと集めたいね、足りないっすね。スピード健康、よし OK か。じゃあこっち使っとこうか。はい、行きましょう。フェイバー、1番人気。まあこれネクストで勝ちました。アウェイマイルが1番人気。あ、黒船がいますね。あ、タキオンおるじゃん。ジャンポケとね、その下に。めっちゃレベル高いね。タキオンやろ。そうか、次はこの世代か。黒船勝ちましたね。2着はアンウェイガイル、3着にアグネスタキオン、見事に勝ちました。黒船やるやん、ハウェイマイル。で、クレアウォロー2着、イーブンゴールド。これは確認します。イーブンゴールド、先頭、リードは3馬身以上。この差が広がります。残り200メートルを通過して、これは完全にちぎれた。イーブンゴールド、先頭です。
このまま押し切るか。2番手はベルズサティン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はベルズサティン、3着にグイーンウール、これは桁外れの強さだ。イーブンゴールド、スピード知りたいですね。キングゴールドの子、そしてイーブンの系譜。 OKOKOK。さあ、アキコバ三冠取れるか。ネーションズ欲しい。一番人気。で、エアシャカール。テーモペラオ。行きましょう。ダイジェスト。どうだ？来てる来てる。強えな。ネーションズ欲しい。3着にテーモペラオ、ネーションズ星、天皇賞秋、ジャパンカップに続き秋の牡馬三冠を完全制覇。これは完璧でしたね。敵はいないっす。よし、ネーションズ星は今年完璧でしたね。アーニントミリオも取ってるので、はい、とりあえず表彰式行こう。はい、今年はこんな感じ。キングフェイバー、まあこの辺は走ってないっすからね。桜花賞とか出したっけ？出してないよね、オークスとか。あ、これは牝馬三冠取りやすいね。ネーションズ欲しい、欲しい、欲しい、欲しい。で、クリアゴア。はい、ネーションズ欲しい。で、クレアゴア。あ、ウォンジュが強かったですね。年間無敗。さすがやな、強えな。はい、手続きします。さあ、ちょっと見ていきますか。イーブンスイングはね、まあ一応このローテで使おうかな。もう一年。まあ賢さもね、まあちょっと増えましたし。ネーションズ欲しい、もう一年いっとく？ウォローはね、まあもうちょっと使います。で、ビグラススーパー。あ、これか。ビグラススーパーいまいちゃね。まあ、国内だったら全然戦えるんですけどね。ガルチ。まあ、どれもそこそこって感じっすよね。バーバラ引退しよう。で、スーパーフリート、これ残す。クレアスキー、クレアドレス。で、クレアゴアは、覚醒はね、こう波があるんですよ。一回衰えてまた復活してたので、これは大丈夫です。ただ、ドバイはちょっと間に合わないかもですね。いや、この辺、ちょっと稼ぐっていうかね、有効度上げたいんですよね。ウォローとか使って。本当はもうちょっと絞りたいんですよ。ウォローとか、まあ、スイングは残してもいいんですが、まあ、ジョイゼとかね、まあ、この辺とか、まあ、いつもだったら引退なんですよ。ガルチとか。まあ、スピードウェイとかもう速攻引退ですね。ただ、ちょっと有効上げたいんですよね、今。はい、
ちょっとまあこんな感じで、そうっすね、どうすかな、イーブン、あ、クレアスキー残したいね、こっちにします。あ、クレア頑張ってくれましたね。クレアは最高でした。クレアスペクターも最高っすよね。クレア3冠繁殖品場一気に来たね。これ多いね。いや、この手続きがね、相当時間かかるんですよ、これ。さあ、まず、今入ってきたのが、ここっすね。キングスルー。はい、能力こんな感じ。ビグラスクレア、これもね使いやすいよね。でビグラス、これもいい。クレア芝マイル、これもいいっすね。これは残したいね。イーブンフリー、イーブンか。で、スーパーどちらでも。まあ、適正はいい。スーパーどちらでも。ソサエティ。で、大物ウォロー。ウォローはいいか。バーバラは？あ、バーバラやっぱスピだったか。はい、こんな感じでいきます。キングアウェイ。これ売ります。まあもう十分ですね。頑張ってくれました。さあ、でこっちもなんすよね。エイコン、ウィングで、ウィングか。まあこれ売るか。売ってはい、これで行きましょう。で、調教師。来ましたね。はい、騎士はこんな感じ。的場さん引退。さあ、で、次はここやね。印微妙なやつは、すべて売ります。まあこれもね、売っとこう。覚醒か。まあスピードない感じっすかね。これクラブにあげよう。これはいいね。ただ結構いいか。早熟か。そうやね。どうすかな、これ。クラブにあげてもいい。芝中距離早熟。いや、残してもいいな。こっちにしよう。まあ、これはクラブかな。まあ、これもね、クラブっすね。はい、これもクラブ。これはいらないっす。晩成。ただ、ステイヤーダート。まあ、クラシックダートね。これはね、結構きついよ、これ。
まあ下どっから走れるかっすね。それが大事やね。まあこれはクラブで、早めか、惜しいね。これはいいね。まあこれはクラブっすかね。これもクラブかな。遅め、印なし。まあこれもクラブです。早熟か、結構いい。晩成、まあこれは楽しみやね。芝ダート中距離超大物、これはいいね。で欧州いけます。ステイヤーはね、まあ結構面白いっすからね。でこれゴリゴリの欧州なので、これちょっと残す。バンスやね。早め、これいいね。あとはここか。はい、超大物 OK。でドレス、芝ダートクラシック超物。はい、今年はこんな感じっすかね。はい、設定終わりました。行きましょう。まあここはね、ある程度で、まあある程度か、まあ適当やね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2001年、クリアネーションズデビューで、ビグラステスコ、ネーションズ星はちょっとしっかり組まないといけないですね。ハルコバもね、狙いたいんですが、天皇賞春が厳しいんですよね。はい、使いません。さあまずは2歳やね。2歳でクリスタルクレアは超物じゃない。超大物はイーブンキングですね。これで OK やね。イーブンキングと、あとはスーパーネーションとビグラスキング、ここっすね。さあでローテか、スーパーフリート、こんな感じか。まあこいつはね、海外持ってった方がいいんすよ。1800、2600、はい、まあこういきますか。まあとりあえずこれで OK で、ネーションズ星、
どうするかね。天皇賞春、まあ厳しいっすけどね。春小馬もちょっと行ってみる。2001年、テーマオペラ王かな、っすよね。いやでも結構きついよ。プラス100、まあプラス200で戦うっていうのは結構きついよね、テーマオペラ王と。まあ一応行ってみますか。心肺機能強化入れて、まあ疲労厳しいか。安田議員やめとくか。まあいけないことはないんですが。はい、これで行きましょう。で、デビュー。アンガールベンチ。よくないね、これ。勝負根性、賢さ、まあなんかいろいろ怪しいねこれ。でクレア語はしっかり組んである。ジョイズもまあ大丈夫ですね、6月まで組んである。イーブンスイングも大丈夫。ガルチも OK で、タフネスはこれでいい。これがパワー G か。まあこれ引退しようか。これもね、まあなんとも言えないっすね。はい、いいです。とりあえずこれいきましょう。あ、でパートナーやね。ビグラスキング、あとはイーブンキング、さあそしてクレアクス、クレアクスにしよう。一番人気マイネルミラー先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。2番手はフレアネーションズ、マイネルミラー先頭、マイネルミラー先頭。よくないね。マイネルミラー1着で合流、2着はフレアネーションズ、見事に勝ちましたマイネルミラー。大物スキッパーの子、あ、マジで全然見てなかった。ネーションズやね。あーでも芝だってね。あーそうか。まあ、行きましょう。で、これか。ビグラス。まあ、これ良くないね。引退しよう。さあ、あとは。OK。進めましょう。1月4週まで行こう。スーパーフリーとクレアゴア買って、
クリア後勝ちましたね。やるやん。で、イーブンタフネス、オッケー。で、設備投資。次やね。さあ、あとは絆余ってるので、ちょっとチェックして、いいの言いました。これね、もう2つ入れとこ。まあ本当は1つ開けといた方がいいんですけどね。よし、 OK。有効深める使っとくか。はい、じゃあ進めます。クリア後は一番人気エクトンパーク先頭、残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。一気にレッドブリッド、一気にアーリーパイオニア、エクトンパーク、わずかにエクトンパーク体勢有利。まあ今上がってきてる途中。ジョイーゼ、イーブンタフネス、これちょっと確認します。山人中央先頭、外から勢いよくイーブンタフネス先頭、山人中央懸命に追いすがります。残り 200m、 先頭はイーブンタフネス。これはね、スピードないんですよ。ないんですが、まあちょっと大事に使っていこうかなと思ってるんですよ。イーブンタフネス降臨、2着はプレボロドリームズ、3着にエクスプレスリック、1番人気に応えましたイーブンタフネス。しっかり勝てるところ行こう。無茶する必要ない。よし、まあとりあえず OK。で、ガルチか。OK、ガルチ勝ちました。さあ、スーパーフリート。まあ、ネクストで、スーパーフリート勝ちました。川崎ジョイーゼのみか。なんか他、持ってけばよかったっすね。A プラ、そうやね。まあこのままでいいっすかね。これね、マイル三冠、そっち行こうかな。まあ、そっちは向いてるので、まあちょっと行ってみますか。はい、 OK。 ちょ、なんか一線使っとくか。一線使って低モーシャンローズバドか。まあ行っとくか。よし、これでいきましょう。これでいきましょう。
スーパーフリート、まあここから海外ですね、使っていきます。引退ね、ウォロー、ウォローはそこそこ、ネーションズ、アンガールベンチで、ビグラステスコ、まあここはネクストで2着ダメっすね。ベンチ勝った、これは厳しいか、3着自家製サンバ勝ちましたね。イーブンゴールド楽しみ、勝った、やるやん、一番人気。カフェウイパー先頭、外からイーブンゴールド先頭、よし来てる、残り200メートル、イーブンゴールド余力は十分、さらに引き離していく、2番手は石役マッハ、イーブンゴールド差を広げる、先頭はイーブンゴールド、1着でゴールイン、2着は石役マッハ、3着にビッグクリーニング、これは桁外れの強さだ、イーブンゴールド。カラリン2着、イーブンスイング、いやーここどうかな、まあ結構シーツいますね、そうかスピードあるんですけどね。ガルチとジョイーゼか、これはきついね、ガルチ無理やろ、まあガルチじゃきついね、まあメンバー的には取りやすいんですが、鉄板コース、終日一歩、大掛け再び、交流重賞ハンター、ガルチ、いや投資もったいないよね、投資ちょっともったいないね、まあ、別に落としてもいいですからね、ちょっともったいないです。タフネスが、そうやね、まあ行きますか、パワーいい、パワーいいか、フェイバー、まあフェイバーとりあえずこれでいいか、ローって大丈夫ですね、はいこれでいきましょう。で、イーブンゴールド、瞬発 S プラ、パワー B プラ、カラリンと戦ってみる、
まあ、このまま行きますか。はい、じゃあ進めましょう。友好深めてからやね。よし、これで94。はい、これで58。 OK、 ビグラススーパー、この辺はいけるか。よし、来た。サウスビグラスか、一番人気。スマートボーイ先頭、サバ三馬身、後続の手応えもいい。スマートボーイ先頭、外から勢いよくドボツルー先頭、楽な手応えでルーザビクトリー先頭に並びかける。残り200メートル。まあ一応来てるんすけどね、最後グッと一伸びやるやん。来ました。ウィングアローを抑えたってのはいいね。銀札ウィングアローに勝ちました。やるやん、クレアガルチ。これは嬉しいね。3月、黒船、はい、ということで今回はここで終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。